こんにちは、講師の竹内です。それではですね、22年度消費生活アドバイザー2次スピード合格講座の論文の企業経営の講座を始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、論文の企業経営ということで、ちょっとですね、まずよいしょ、時間配分っていうのがこの論文っていうのは肝になってくるものとなっていますので、ちょっと時間配分書いてみましたと。で、まあ、あの今回のこの消費生活アドバイザー試験、こっちの方がいいかな、でこの60分で800字書くっていう試験になってます。でちょっと最新のにしよう。60分800字で問題を見るとですね、こんな風に、3台のうちから1台を選択して、800字、60分で書き上げるという試験になってます。で、3台は消費者問題と法律と、まあ、今日の講義の内容である企業経営の3つに分かれているので、まあ、その中からどれかを選択して800字書くっていうことですね。で、時間配分としては、まあ、3台より1台選択して60分ってことなので、1、2分でこの3つをですね、ざざっと読んで、あ、どれなら今回書けそうかなみたいなことを1、2分で判断してテーマの選択をして、で、まあ、全体として10分ですね。7、8分ぐらいで、まあ、構成とか検討したり、内容どんなこと書こうかなとか、その制約条件、ちょっと後ほど説明しますけども、制約条件の確認をしたりっていうのを全部で10分間ぐらいで仕上げて、でですね、40分から45分間、まあ、残り5分ぐらい残す状態で書きながら自分で添削したり大丈夫かなっていうチェックをしたりとかして、最後、まあ、最終確認ですね、5分で行って60分をやりきるっていう感じの流れかなというふうに考えています。なのでですね、まあ、最初の10分が結構肝となってきます。10分でテーマを決めて構成を考えるっていうところが肝かなと思います。で、まずですね、この今日は22年度の企業経営のとこですね、解説を行っていきたいと思います。で、問題ですね、昨今多様な働き方が社会に浸透する中で、社員の健康管理に着目した経営が注目を集めている。よいしょ。このような背景を踏まえて以下の2つについて1、2ごとに論じなさい。1、2ごとに論じなさいですね。背景を踏まえて1、2ごとに論じなさいということで、まあ、括弧1、健康経営が企業において果たす役割について以下の3つのキーワードを用いて論じなさいということで、健康経営が企業において果たす役割について3つのキーワードを用いて論じなさいということでしたと。で、キーワードは経営資源、人材の流動化、競争の優位の3つでした。で、括弧2は健康経営を実現するために企業はいかなる取り組みをすべきかについて論じなさいということでした。はい。で、まあ、この時にですね、まあ、ちょっと資格でも何でもいいんですけど、さっき手順にも出てきたこの制約条件っていうチェックをするようにしてください。これは企業経営に限らず他の分野でも制約条件を踏まえていないと、どんなにですね800字を書いても点数が入らないので評価が悪くなってしまうんですね。なのでこの制約条件チェックやってください。今回の場合は、まあ、背景を踏まえて 1,2 ごとに論じようっていうこの大きいところの大きい大問のところでは、まあ、1,2 ごとに論じてください。背景を踏まえて 1,2 ごと。背景は何かっていうと、健康管理に着目した経営が注目を集めているっていう背景、まあ、多様な働き方が浸透して健康管理に着目した
経営が注目を集めているという背景を踏まえて論じてくださいねっていうことでした。で1は役割については、健康経営が企業において果たす役割について3つのキーワードを必ず使って論じてください。役割はこういうことですみたいな形の内容になってくるかなというふうに思います。で企業経営、健康経営を実現する取り組み、いかなる取り組みをすべきかについて論じなさいの括弧には、まあ、これこれこういう取り組みをすべきという内容が必ず入っている必要があります。なので最初の10分間で構成を検討する際には必ずですね、構成を検討するとき役割はこのどういうふうに役割をこの3つで書いていこうかっていう検討と、まあ、健康経営を実現するだけの取り組みはこういうことであるっていう各論の骨子は必ず下書きのところに書いておくと忘れにくくていいと思います。60分結構必死にやってると意外とその最初の制約条件っていうのをすっぽ抜けちゃうことがあるんですね。なのでその下書きには必ずそういうことを書いておくことをお勧めします。で、回答ですね、これ回答例はあくまでその回答例なのでこの通りに60分で書くっていうのは結構厳しいかなと思います。なのでまあ講師こういうその先ほどの制約条件を必ず抜け漏れないように書くっていうのと、まあ、こんな風に書くっていう文章の構成を参考にしていただくイメージで聞いていただければと思います。はい。で 1は、3つのキーワードで役割について語ることでしたね。で1は健康経営とはですね、従業員の健康保持増進の取り組みが将来的に収益性等を高める投資であるとの考えのもと、健康を経営、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する取り組みのことである。我が国産業界は少子高齢化の進展に伴う構造的な人材不足に直面しており、今後ますます人材の獲得競争及び人材の流動化が加速拡大する可能性があるということで、まず人材の流動化っていうのが出てきましたよね。でまずですね、この人材の流動化を出す前に少しこの2行ぐらいで健康経営とはっていう、その健康経営ってどういうふうな認識ですよっていうこと、一般論を書いているんですけども、まあ、健康経営についてはですね、まあ、公式テキストにですね記載がないんですね。ただ、まあ、結構皆さんもこうニュースで聞いたりなんかネットで見たりして目にしている機会が増えてきたかなと思うんですけども、社会的にですね注目度の高いテーマっていうふうにはなってます。なので、まあ、日頃からですね問題意識を持って知識を習得していくってことですね。でその健康経営って名前は知ってたけどちょっとうまく書けないなみたいなパターンの場合もあると思うので、まあ、そういうホットなテーマについてはですね、概要とか具体例とか、まあ、課題とかどういうふうにビジネスに跳ねてくるのかなみたいなところっていうのはちょっと考えておくといいかなというふうに思います。でちょっと冒頭ですね説明しそびれてしまったんですけども、この1、2ごとに論じなさいということで、これはですね800字の制限があるので400字400字ぐらいがバランスがいいかなというふうに思います。まあ、なんか200字600字とかでもいいんですけども、なんか多分そうするとこのどこかでですねちょっとテーマのその制約条件の組み込み漏れとかが発生するのかなというふうに考えられるので、だいたい半分ぐらいのイメージで作っていくといいかなと思います。で、まあ、この1で語った内容が2につながるように書くと、まあ、美しくその構造化されてロジカルに書けるかなというふうに思います。